私たちが私ん家でのほほんとプリンを食べている間。ゆゆこ様、今が駆け抜けるとき、ラーメン持ってどう駆け抜けろと。おう、駆けろトロンベ、その名のごとく。あ、行っちゃった。我らに切れないものはあんまりありません。いつの間に乗ったんだよ。私も乗せろ。テンションマックスである。まあ、それは置いといて、一心中の都合で今日中にお嬢様に会わなくちゃ。シオンの言うこと聞いとけ、もっと余裕で会えたのに。私は過去を振り返らない女なの。だから学びを得られないんだな。そうだ。故に加瀬や聖でクレーンにこいつの性命を叩き直してほしいと頼んだというのに。何をおっしゃいます。お嬢様が病院で逃げなければこんな面倒なことにはならなかったんですよ。ほらな。私連れてかれてただけだったのに。私からも逃げてたよな。なぜだ。少年の相談がまずにお直せ。まあまあ、せっかくわざわざ迎えに来てくれたんですから。これでレミリアさんとはお別れですね。ほとんど寝てしまっていただけだが。気絶の間違いで。ほとんど寝てしまっていただけだが世話になったな。嘘はいけませんね。それくらい空気読んでくれてもいいじゃん。それでお嬢様も無事保護したし。行きましょうか。あ、じゃあ私もコウマ館に帰る。え？あなたはとっくにクビ。そう言わずに。ね。ねえ、レミリアのお迎え手伝ったんだし、コウマ館でお茶でも出してよ。お家に帰るまでが遠足よ。おいー、お前ら本当に私を迎えに来たのかー。私を置いて先に帰るんじゃねー。高評価、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかはもうお任せするわ。よければもう一本動画を見てくれると昨夜嬉しいですわ。